お疲れ様です。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい。それでね、今日のどうでもいいプライベートの話なんですが、実はまだ大阪向いて走っていません。はい。ムーさんから鬼連が鳴り続けています。はい。ちょっとね、昨日の夜、昔の知り合いと歌舞伎町で会っててね、YouTube ではちょっと言えないようなことがたくさんあるんですよ。まあね、言える範囲で言えばね、まあ昨日自分が会いに行って、パッて姿を見たらね、まあ小指に包帯巻いてたんですよ。X ですか？ Twitter にも、まあ投稿してるんですけどね、十数年ぶりに、まあある方と、会ってるんですよ。自分の知り合いはね。その十数年前のことで、まあ指を詰めてるんですよ。今更なんですけどね。まあ、自分からしたら、その指、詰めやなあかんかなと。指外してまで話せなあかんことかなと。ちょっと思ってるんですよ。それでね、その自分の知り合いが、指を渡した相手。その人も自分知ってるんですよ。知り合いなんですよ。まあトラブルまでは行ってないんでしょうけど、ちょっとくすぶってるんで、いろいろ話がね。だから大きい話にならない間にね、まあ自分もできるだけ、まあ協力できたらなって思ってるんですよ。まあどうにか今日中にいい話になればなと思って、朝からいろんなとこに行っています。はい、眠たいです。はい、まあ、できたら、明日から、大阪に入りたいなと思っています。もう、ムーさんの電話でもう、ちょっと頭がおかしくなりそうです。まあ、3回に1回しか電話出てないんですけどね。まったにももう、今日だけで、8回ぐらいかかってるみたいです。まっちゃんもさすがに、ゲロ出そうやって言ってました。はい。とにかく、まあ、明日から、大阪行けるようにしたいなと思っています。はい。それでね、ちょっと話変わるんですが、昨日動画で話したと思うんですけどね、亡くなった B の仕事の権利、それを友達の O が現役の役だから660万で買ったっていう話をしたと思うんですけどね。あれがね、昨日の夜遅くに連絡があって、現役の役だから。やっぱり売るのをやめると。その金額では無理やと。せめて1000万。1000万にしてくれないと売らないと。話をなかったことにしてくれと。まあこんなこと言ってきたんですよ。それでまあ O とその現役の役だと喋ってるんですけど、O は O で、なめとったらあかんぞと。今更何抜かしとんねんと。あんたハンコついてんやないかいと。何眠たい話しとんねんと。まあそんな風に言ったらしいんですよ。そしたら向こうは向こうで誰に言ってんだよみたいなね、感じになって。でまあ電話でまあ DA になってたらしいんですよ、王とね。そしたら兄貴と変わると。まあ兄貴分ですね、その方の。その現役の役出してる人の兄貴分。兄貴分と変わるっていうことになって、まあ王がその兄貴分と喋ったらしいんですよ。その兄貴分もね、こんな言ったら怒られるかもわかんないですけど、ちょっと頭の気の毒な人らしいんですよ。もう言ってることが、もうむちゃくちゃらしいんですよ。こっちがね、無理やり660万でハンコつかしたとかね。自分が仇ですよ。向こう現役の役だですよ。それを無理やりハンコつかしたとかね。それ言ってて恥ずかしないのと。まあ、自分らはそういうふうに思うわけなんですよ。でも向こうは恥ずかしさよりもお金を釣り上げることしか考えてないんですよ。プライドがないんですよ。それでね、2月の3日の日に、その兄貴分も含めてね、またみんなで会うんですよ。そのお金をどうやこうやっていうことでね。まあこっちはもう660万で話ついてるんで、まあもちろんそれを押し通すんですけど、まあ向こうはごちゃ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 言ってるんですよ。そのことをまっちゃんに言ったわけなんですよ。こういう連絡が来てると。男にね、向こうが時間作ってくれって言ってると。そしたらまっちゃんがね、その
電話変わった兄貴分、その人間のことをそこの組織の人間に聞いたらしいんですよ。まあ知り合いがいててね。そしたらもうどうにもならんと、どうにもならんやつやよと。その現役のヤクザね、もともと B と一緒に仕事してた現役のヤクザ、この人間よりも10歳ぐらい年下らしいんですよ。だからまだ40代なんですよ。だからそんな10歳も年下の人間のことをまあ兄貴って呼んでるようなね、まあ人間もどうなのっていう話やし、その一回ついた話をまたひっくり返しに来て、しかも無理やりハンコつかしたとかね、恥ずかしないんだと。それでまっちゃんがもう俺が相手と喋るわと、もう王には任せられへんと、あいつはただの金持ちなだけやと、金がなかったらあいつみたいな誰も相手せえへんとかね、そういうことをね言い出したわけなんですよ。今まっちゃんと王とあまり田舎じゃないんですよ。それでもまっちゃんがあんな王みたいなやつみたいなね、推しが弱いんじゃと、俺が喋るっちゅうて電話するってなったんですよ、相手の現役のヤクザにね。で兄貴分とも喋ると、でももうそれはもうまっちゃんやめといてくれと、王が金出してやってることやからもうまっちゃんせんといてくれと、まあ言ったんですけどね。でまっちゃんも分かったと。で次2月3日は一緒についていくと、俺も言いたいことはあるっちゅうてね言い出して、まあまっちゃんはね、王はただの金持ちやと、金がなかったらあいつなんかダメだと、まあそういう言い方するんですけど、王は王でね、もちろん人望もあるし喧嘩もできる男やしね、現役の時もまあまあうるさい人間だったんですよ。今も結構まあ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 物詰めて言うしね。でもまっちゃんの中では王は弱いと、王ではあかんと、俺がバチッと話決めとるからポンちゃん楽しみに待っときやと、まあそんな感じのことを言ってました。はい。まあでもまっちゃんが言ってまあ話してまとまるかって言ったら多分まとまらないと思います。喧嘩になるだけです。はい。やっぱりそこは冷静に話して、1円もこっちは払う気がないですっていうことはやっぱり伝えるだけでいいと思うんですよ。もう書類を巻いてるんでね。はい。でもこんなん言ったら怒られるかもわかんないですけどね、やっぱり現役のヤクザの人にはプライドを持ってもらいたいもんですね。はい。自分はやっぱり仇なんで偉そうなことは言えないですけど、やっぱりプライドと意地とそこは大事にしてほしいですね。そう思います。はい。まあとにかく無事何事もなくその話が終わったらいいなと思っています。はい。それでまあ今日ちょっとバタバタと動いて明日から大阪に行きたいと思っています。ムーさんのことを考えるといや痛いですが、頑張って大阪に行ってムーさんといろんな決め事をして連れて帰ってこようと思っています。はい。気が重いです。ということで今日はこの辺にしたいと思います。じゃあ。